カオ。こんにちはロナ。こんにちプラナ。アロプラチャンネルです。そうです。2月3日は節分です。アロナ先輩に鬼のお面を作ってもらいました。カオ。どうですか？怖いですか？そうですよね。このままだと怖すぎるかもしれないので、プラナちゃんちょっとだけ顔を出しましょう。はい、ね、というわけで節分です。鬼に豆を投げつけて邪気を払い、一年の無病息災を願うというイベントです。先生、私たちが鬼の役をやるので豆まきをしましょう。ガオー。さあ、それでは先生、お手元の豆を掛け声とともに私たちに投げつけてください。あ、はどうしましたか、先生。私たちの勝ちですか？わー、怒った。節分って勝ち負けがあるイベントでしたでしょうか？プラナちゃん、いいんですよ、日々戦いです。なるほど。私たち鬼さんチームの勝ちなので、先生には言うことを聞いてもらいます。そうですね。そうだ先生、本当は投げる予定だったその豆、みんなで一緒に食べましょう。仲良く休戦です。アロナ先輩、ナイスアイディアです。ねえ、節分って最高です。それではみんな仲良くいただきましょう。せーの、いただきます。